日本では1970年代にオカルトブームとか恐怖映画ブームみたいなのがあって、1970年生まれの僕らは物心がついた頃は世の中は恐怖にまみれていたっていうような非常に迷惑な状況だったんですよね。本当同世代の人は分かってくれると思うんですけど、怖いものばっかりでしたよね。子供向け作品が全て怖かったっていうのはちょっとどういうことなんだって思うんですけれど、今日はそういうものを振り返っていきたいと思います。ベスト10形式です。第10位、敵のボス。第10位、獣面鬼ゴルゴスってまあこれ僕の時代の仮面ライダーってのは仮面ライダーアマゾンっていう仮面ライダーだったんですね。このアマゾンがそれまでの仮面ライダーと違ったのは、まずモチーフが昆虫じゃなくて爬虫類だったってことと、あと必殺技がライダーキックじゃなくてアマゾン大切断っていう、まあ名前から想像してもらえばわかると思うんですけど、敵をぶった切るっていうかなりスプラッター要素のある仮面ライダーだったんですね。その敵っていうのが大ボス獣面鬼ゴルゴスっていうこの造形ですよね。いや恐ろしいですね。で主食が人肉っていう困った人で、しかもストーリーとしてアマゾンとこのゴルゴスってお互いに腕輪をしてるんですね。ギギの腕輪とガガの腕輪ってそれを奪い合ってるんですけど、その腕輪ってのは腕がちぎれないと外れないっていう物騒なコンセプトを持ってるんで、ほんと怖かったですね。でアマゾンって仮面ライダー自体もその未開人みたいな設定になってて、そして変身シーンがすごい怖いんですね。この変身シーンなんですけど、変身シーンってかっこよくて真似するはずのものに、それが怖いってどういうことなんだっていう恐ろしい仮面ライダーでした。では第9位、虎の穴の主宰。9位はタイガーザ・グレートですね。でこの人っていうのは最終回に出てくる敵の大ボスなんですけれども、まあ、悪のタイガーマスクみたいな感じなんですけど、体も大きくて、実はタイガーマスクがこうそのレスラーとして修行していた虎の穴の主宰なんですね。で裏切り者のタイガーマスクをやっつけるためにやってきたっていうんですけど、もうこの反則殺法でタイガーを追い詰めて、で最終的にはマスクを剥いで伊達直人の正体を暴いてしまうっていう超極悪人なんですね。でこの最終回っていうのがアニメの最終回史上トラウマ回って言われてるもので、もうこう泣きながら笑う伊達直人と、最後完全にこうリング上で殺されたであろうタイガーザ・グレートっていう恐ろしい話で、こんなものを子供の頃見つられたんでほんと怖かったですね。で反則殺法もこうすごく痛そうなんですね。こう目をこうロープにこすりつけて目つぶししたり、あと指先ですね、指を裂こうっていう、わかります？指と指の間をこう掴んで押し広げて手のひらを裂こうっていうような攻撃がもう本当もうトラウマでしたね。梶原一騎恐るべしという感じでした。さて続いて第8位はスケキヨさんって、もうそれでバレてますね、スケキヨさん第8位、犬神スケキヨっていうね、うわ高峰美恵子か。これは大金持ちの犬神家の一族の遺産相続人で、犬神佐清っていう人なんですけど、こう戦争帰りなんですけど、戦争で顔を焼いてそれをこの不気味なマスクで覆ってるっていう。で僕これ角川映画の第一作なのかな、でメディアミックスでやった、まあ日本映画の金字塔って言われる作品であるんですけど、これリアルタイムで見てた時に日曜日の夕方に淀川長治さんが映画紹介番組をやってたんですね。でさよならさよならさよならって面白いおじさんだと思って見たらこの映画の紹介をやってて、もう最悪でしたね。このマスクこうベリ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 ってこう剥いでいくと中から焼けただれた顔がみたいなものが出てくるんですけど、もうほんと悶絶必至でしたね。で最近所沢にできた角川なんだっけミュージアムで、外の池にスケキヨさんの突き刺さった死体が展示されたっていうのをこう見に行きたかったんですけど、内心なんかトラウマが蘇りそうで、なんか悪い夢見そうなんでやめてきました。
や、ほんと怖かったな。第7位、街角の恐怖ってなんだって話ですけど、第7位は映画のポスターなんですね。だから先ほど言ったように70年代って恐怖オカルトブームだったんで、恐怖映画が全盛期だったんですね。で、このポスター見ていただけると分かるように、いや、キャリーね、サスペリア、決して一人では見ないでくださいっていう、もう映画史上に残る名キャッチコピーですよね。決して一人では見ないでくださいって、こう映画的にもいいですよね。もう買収に終えるって変な話だけど。で、何が怖いかっていうと、まず一つはラボ家の、子供の頃、本当に子供の頃にラボ家の家を出たすぐ前に映画のポスターがよく貼られてたんですね。で、この手のポスターが貼ってあったんですよね。しかも、なんかもう、本当あの子供の頃なんで、小学校行く時に、その、家を出た瞬間、それ見なきゃいけないんで、本当嫌でしたね。したらなんか、ある時、僕が小学校2年生で、ちょうどあの、キングコングをやってた時に、うちの親父がなんか、こんな下品でバカらしいものを家の前に貼られてるのはおかしいっつって、なんか抗議に行って、それから貼られなくなったんで、本当助かりました。あと、母親と買い物に行くと、僕、階段の踊り場で待たされたんですけど、地下が食品売り場じゃないですか、デパートって。で、階段の売り場で、あなたここで待ってなさいって待たされたんですけど、そこがちょうどこの映画のポスターが貼ってあるとこあったんですね。だから、こめかみんとこに、こう、ジョーズのポスターとか貼ってあるとこで、あと雑食とか貼ってあるとこで、こう、待たされて、でもなんか、子供心の頃って、なんかこう、母親にこう、なんかこう、なんつうんだろう。なんて言うんだろうな、男のプライドとか感じたりする時期じゃないですか、なんとなくね。だからなんか言えなかったことを覚えてますね。では6位です、極悪ストーカー。じゃーん、6位、望月源氏って、いやー、これ縁起悪いですね。これはあの蟹江敬三さんが扮する G メン75の魔物っていうか悪役ですね。あの若林剛さんが演じる立花警部の回に出てきた、ほんと連続殺人鬼の極悪人でしたね。で、手斧で頭を叩き割って成仏させるという信条を持つ実に困った男っていう。まあ見ていただくと分かるんですけど、蟹江敬三さん自体がもう怖いじゃないですか、もうすでに。それがもうなんか必要になんか、あの目の不自由な女の人にストーキングして、なんかその周りの人間を殺すっていう、なんか元祖ストーカーみたいな役割で、ほんと怖かったですね。で、ある時何回目かの登場かなんかで崖かなんかに乗せて死んでくれて、非常にほっとしたんですけど、その意思を継いでお兄さんが今度出てくるっていう。お兄さんが今度またストーキングを始めるっていう、これお兄さんなんですけど、もうほんとね、恐ろしい兄弟でしたね。で、このお兄さんがこのお葬式の時に、成仏すんなよって、俺が恨みをなんか果たしてやるからなとか言うんですけど、それもほんと怖かったし、こんな人間世の中にいるんだって、まあ架空の人間ですけどね、とこじゃ思ってましたね。だから G メンってその本放送しか見てないですね、僕は。結構あのケーブルとかで見れるんですけど、なんか見る気がしないのはあの後ろ暗さですね。では第5位です、学級図書ってなんだって話ですけど、第5位は石原豪人の妖怪図鑑ですね。いやー、石原豪人っていう人は当時、僕そのオカルトブームの時にこういう挿絵とか、あと子供向けの恐怖漫画とかの表紙とか図鑑の表紙とか、ほとんどこの人が書いてたんですね。恐るべき仕事量だと思うんですけど、もう迷惑な人だったんですね。こんな怖い絵をそこら中に描き殴ってたっていう、まあ今思えば天才なんですけど、当時はそんなこと思わなかったですね。とっても。で、小学校の頃、なぜか学級図書にこの人の妖怪図鑑が置いてあったんですね。学級図書ってあのクラスの前の本棚に入ってるんですけど、で、それ小学校1年とか2年の時ですよ。なんでそんなもの入れとくんだっていうんで、もう僕はその怖さに耐えきれずに、なんと2歳年上の姉経由でそれを撤去してもらったっていう超ヘタレな思い出があるんですね。僕のなんか人生の中で一番ヘタレな思い出ですね、それは。でも本当怖かったんで、どうしようもなかったですね。で、子供っていうか、
恐怖体制のある同級生とかいませんでした？なんか全然そういうの平気だったんで、面白かったで持ってくるやつとか、まあ僕の友達だと根本くんというそういう人だったんですけど、そういう人がこういう本とか、あとデビルマンとか持ってくんですけども、いい迷惑でしたね。でもこっちは硬派だったんでそんなこと言えず強がってましたけどね。まあ今となってはいい思い出っていうか、この何十年目かにしての告白ですけど、本当怖かったです。で第4位は個性派俳優ってなんだって話ですけど、じゃん、尾形健さんですね。でもこれだけで怖いですね。いやー、僕尾形健さん苦手でしたね。まあ、晩年はなんか愛はどうだとか言ってコミカルの役でなんかこうドジっ子のおじさんみたいなのがあって可愛こぶってたんですけど、尾形健さんってでも前世紀の極悪犯のハマり具合、まあ、復讐するは我にやりとかですね、それがあんまりにもすごすぎて、騙されるな、そいつは殺人鬼だってこういうホームドラマとか見てても思わず心の中で思ってましたね。で僕子供の頃に学校休んだ時に日中に映画をやってたことがあって、その映画ってのがセックスチェック第3の性っていう、この尾形直人さんがなんか陸上のオリンピックのコーチ役で、そしてまあ良性偶で悩んでる女の子のコーチ役をするっていう難しい設定のドラマだったんですけど、そのドラマがその当時小学校低学年の僕が見るにはあまりにもすごい映画すぎて、もうそれ以来本当に苦手になってますね。ちょっと興味ある方は調べてほしいと思うんですけど、その映画をその小学校 2,3 年だったのかなの子供が見たら、そりゃトラウマになるだろうっていう話なんですね。だからもう尾形健さんはもうずっと苦手でしたね。さていよいよベスト3です。400歳の赤ちゃんって何ぞやって話ですけど、じゃーん、第3位マニトー光栄これは70年代カルトムービーのマニトーってやつで、女性の背中にできた巨大腫瘍から地獄の産声とともに生まれた400歳の赤ちゃんっていうね、これがもう CM でまさに地獄の産声とともに今400歳の赤ちゃんが生まれるマニトーっていう CM があったんですけど、その血だらけの400歳の赤ちゃんをフリークスの人がやってるんですよね。だからもう今じゃ考えられないような、なんかその倫理っていうかもう恐ろしかったですね。でこの映画を僕は25歳の時に所沢に引っ越したんですけど、最初行ったレンタルビデオ屋に行ったらあったんですよね、マニトー。で子供の頃はもう怖くてしょうがなかったんですけど、まあ怖いもの見たさでもう僕も大人なんだよと思って見たら、もうものすごいカルトムービーっていうか、もう電波ムービーっていうか、もうどうしようもない Z 級映画だったんですね。で僕は人生、まあ、多分20年ぐらいマニトーを心のどっかで恐怖心を持ってたんですけど、こんなものに怯えて暮らしてたのかと思って、なんかすごい拍子抜けしたっていうか頭いきましたね。もう子供騙しもなってないひどい映画なんで、フルムービーが実は YouTube にこっそり上がってるんで見てください。ほんとくだらない映画です。では第2位、走ってくる人って何ぞやった話ですけど、来た、これはほんと怖かったですね。たたりじゃ、八幡村のたたりじゃーっていうこの CM がほんと怖かったですね。だって CM ってまあ八幡村の CM ってもう説明不要だと思うんですけど、僕の世代の人には CM ってあれ避けようがないじゃないですか。いくら怖がっていても突然降ってみると、なんか何だと思うと画面の方から走ってくる人がいて、やべっと思っても目が釘付けになってもう眠れなくなるっていうね。山崎努さんって一番最初の表紙絵でこう必殺仕置きの念仏の鉄っていうのはレントゲンで人をこうバキバキってこう殺害してしまうっていう、それに続いてこの八幡村のこの津山37人殺しがモチーフになってる、まあ、殺人鬼ですよねの役で、もうほんと怖かったですね。で八幡村ってさっきのマニトーと違って大人になってから見直したんですけど大人になってから見ても怖いですね、八幡村は。いやー、厚見清さんがあれですよね、金田一耕助やってて、で証券が出てて、
もう証券の演技とかもすごくて、もう安墓村は皆さんおすすめですよ。ラストシーンのなんかその8人のなんか落ち武者たちももうほんと怖いです。次行きました。第1位キングオブトラウマとなったらこれしかない。じゃーん、皆さんわかりますよね。もうこのアニメ史上最高の悪役キャラクター1位はガンバの冒険の呪いですね。いやもうこれはダントツですね。恐怖、僕の中のトラウマでは本当リアルで布団かぶって耳塞いでいましたからね。だったら見なきゃいいじゃんって話なんですけど、いやそんぐらい呪いは怖かったですね。で1位呪いってもう呪い様と言っちゃいますね。呪い様、ガンバの冒険の敵ボスで正体は大いたち、日本アニメ史上において最大最強最悪の超絶トラウマキャラであるって、もうこれでも言い足りないぐらいですね。ほんと怖かったですね呪いは。でなんか BS のなんかアニメ弱かなんかで当時の誰が出てたんだかな、東京ムービーのかな、出てて、いや当時は自分たちに小さい子供がいたんで、その子供たちが喜ぶようなもの作品を作りましたって言ってたんですけど、絶対あんた勘違いしてるって思いましたね。どれだけの子供を恐怖のどん底に叩き落としたのか、それ分かってないじゃんこのサイコパスとか思いましたね。本当に今見ても怖いですね。なんか近年リメイクされたのありますけど、あれじゃ怖さ伝わんないなと思いましたね。ほんと怖かったですね。声優も怖かったし、目が赤いのも怖かったし。で何が怖いって、なんか呪いって人の心を読めるっていうか催眠術みたいなの使うんですよね。それがまた怖かったですよね。もう何もかもお見通しなんだっていう。だからまあ呪いを乗り越えた時に僕は大人になるんでしょうけど、今でもちょっと呪い様って思っちゃいますね。僕も裏切っちゃうなあいつみたいにって。あとなんか大人になってからとっとこハム太郎ってあったじゃないですか。大好きなのはひまわりの種って、あれを見てなんか無性になんか頭に来たの覚えてますね。何が頭に来たかっていうと、なんで僕らの頃はあんな怖い呪いとかでもう布団かぶってもう恐怖に打ち震えてたに、何が大好きなのはひまわりの種だよって、こんな甘いもの見てんじゃねえよ今の子供たちはってマジで思ってましたね。だから僕らの時代ってなんかそのそれこそ世界名作劇場のフランダースの犬っていうね、結局死んじゃうっていう、いじめられて凍死しちゃうって、でも本人は幸せで死んじゃうみたいな、ああいう話とか、まあ仮面ライダーがアマゾンだったり、あと全てにおいてなんかそういう話多かったですよね。母を訪ねて3000人とか、みなしごハッチとか、あとそういうものじゃなくても自分思うんですけど、例えばキャンディーキャンディーとか、まあもう過酷な子供が過酷なものが多かった気がしますね。でなおかつ根底には世界がまだ冷戦真っ只中で全面核戦争の恐怖っていうのもあったんですね。だそういう時代だったからこそなんかある種の覚悟みたいな、いつ自分がこういうことになってもおかしくないんだよっていうものは頭にあった気がしますね。あとノストラダムスの予言とか、まあ30歳にならずにして人類が滅亡してしまう29歳ですからね、1999年。なんかそういうなんかなんて言うんだろうな、独特のなんか感性を持たされた世代だったんじゃないかなって思ってます。というわけで今日は子供の頃の怖かったものを振り返ってみました。どれもこれもマニ島以外は今も怖いですね。それではまた。